それでは反動のカンパニーズームしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大きな頬をかけてあなたの手を引いて愛する波も生まれ今すぐ風になりたい。天然じゃなくても薬園じゃなくてもを幸せに感じる。カートは行くたっていい。あなたと風になりたい。楽園じゃなくてもあなたの手のぬくもりを感じて風になりたい。天国じゃなくても楽園じゃなくてもあなたに会えた幸せ感じて指先で夢を描く。
場所はあるのに止めずにいるんだ。一人になるのが怖くて辛くて、優しい気がまりに偏せる君を越えて、僕ら孤独な夢へと歩く。のない暗闇に自分を探すのだろう。誰かをただ思う涙も、まっすぐな笑顔もここにあるのに、本当の自分を誰かの言葉で拾うことにどかれて迷う。ありのままの弱さと向き合う強さを、たび僕ら初めて明日へと立てる。さよならを誰かに告げるたびに、僕らまた変われる、強くなれる。
ハートオブカンパニーを多少聞けますので、はい、YouTube 内の検索でハートオブカンパニーって入れてくれると、はい、ちょっとね、長いけどね、しかも綴りわかんないと思うんです。でもね、まあこんな感じで、興味ある方は、もしよろしければページの方もあります。はい、お声掛けください。長いですけどね、ここから。遥か遠くへ遥か遠くへ
なんか光り物が入ったね。すごいアイドルのスタート的な。明日ですね。はい。Thank you.
我々ハートモンカンパニーと言います、竹川駅前、こうやって7月から不定期でちょっとやらせてもらいます、いますけども、今日が何でしょう今日が今日9月第1回目ですね、はい、最初で最後かな9月の、ケガミュージックステーションは、はい、まあ、もしかしたら月末あたりにやるかもしれませんけど、まあ自分は、来週お祭りなんでなかなか僕らやってませんし、来週は聞いているとあの僕の身元がバレるんですけど、はい、住所がバレたところです。準備良くなかったみたいな。ちょっと喋りをお願いしていいですか、MC を。
もこんばんは。竹川駅の皆さんこんばんは。こんばんは。皆さん元気ですか？あずさんに負けてませんか？楽しんでますか？ってことでやってきました。9月18日日曜日、ふくろいの月見の里でヒップホップの野外イベントをやらさせていただきます。復興支援ということで現金も集めて、黒吉を通して被災地に暮らしていただくんで、もしよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。自分たちヒップホップのグループでダークサンドバリアってやってますんで、もしよかったらネットとかでも検索してみてください。お願いします。どうもまた。ありがとうございました。まあいいですよ。はい、ありがとうございました。ここでもね、この間7月末にチャリティーイベントをやらせてもらいましたけど、いろんなところで皆さん頑張っています。じゃあ頑張って歌いましょう。この手紙読んでいるあなたは、どこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。Keep on
しそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。ああ待てないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの。一度ひねりも悲しみも避けては通れないけれど笑顔を見せて今を生きてゆこう今を生きてゆこう。拝見この手紙読んでいるあなたが幸せなことを願います。Yeah.
としつつは旅の路線永遠に楽しまずは必ず永遠に旅されみとれそれで小さな光まだと